身を折り曲げて、この太い腹びれも一緒に引き抜いておくと。サラダ油に数滴ね、ごま油を垂らしても美味しく揚がりますんで。アジフライの作り方ということで、まあ、今日はね、皆さん大好きなアジフライでも作ろうかなと思いまして、動画を回しております。そんなに難しくはないんですけれど、ポイントはね、骨をしっかり処理することということで、まあこのね、ゼイゴだとか背びれだとか、あと腹びれだとかね、その辺の骨の処理の仕方などをね、主に紹介していこうかと思います。アジは鱗がないって思ってる方もいるかもしれないんですが、まあ、鮮度さえ良ければね、こんな感じでびっしりと身に鱗が残りますんで、このラインのゼイゴをしっかりと、頭の際まで外して鱗を取ってと。まあ結局ね、アジフライはね、ふわふわな身とサクサクの衣が美味しいんだと思うんですけれど、そこにね、こういうゼイゴだとか鱗だとか、あとアジの骨だとか硬い部分がね、混ざってるとどうしても口の中で当たるので、まあいかにね、この硬い部分の下処理をするかがポイントだと思うので、ゼイゴと鱗をしっかりと取るということがポイントの一つですかね。ここからね、頭を落としていくんですけれど、頭を落とす際はね、この胸びれの位置で落とすんですが、ここに胸びれのこの太い骨があるんですよ。この骨をこの位置で落としちゃうとね、この骨が身に残ってしまうので、この骨はしっかりね、頭と一緒に落とすようにしてくださいと。ここでポイントなんですけれど、このね、位置で落とすと、こっちのね、背中側の肉を多く落としてしまうので、背中側の肉はしっかりとね、身に残すように、かつここの胸びれの骨は頭側にね、残して、なるべく食べる部分を多く取れるように頭を落とすのがポイントですかね。こういった形で、胸びれの骨は頭に残して、なるべくね、背中の肉を身に残るように、そういった角度で包丁をしましたら、内臓をかき出していきますと。まあ普段ね、3枚におろす際はここね、へその位置からお腹を裂いてしまうんですけれど、アジフライっていうのはね、背開きにした方が完成した時にね、その身が大きく見えるので、背開きにするため、ここのね、へその位置はつなげたまま頭を落として内臓をかき出すようにしてくださいと。内臓の入っていた部分は歯ブラシか何かでね、綺麗に洗っておいてくださいと。アジを水洗いしましたら、ここから背開きにしていきますと。背開きにする際はね、まず頭を上、尻尾を手前に向けて、で背中を右側に向けますと。ただまあ左利きの方の場合はね、こういう包丁の使い方になると思うんですけど、で、まあ、まず一番最初はね、この背びれのライン、背びれの上に包丁を1本入れて、そこからアジを開いていくというさばき方ですね。一度包丁を入れましたら、そこからね、背骨に沿って包丁をスライドさせていくと。当然ね、この位置まで包丁が入ると、そこからね、あばら骨が出ていますので、あばら骨まで包丁が進んだら、そこからはね、こんな感じで頭のこの位置から包丁を入れて、こういった形で腹びれの際まで包丁をスライドさせていくと。そうだから、まあこんな感じでね、スーッと包丁を入れるとパカッと身が開きますんで、こういった形で背開きにしてくださいと。まあこの辺でね、もし包丁が深く入っていないと身がきれいに開かないので、きれいに開かなかった際は2回3回と包丁を入れて、アジの身を開いてくださいと。続いて皮目を上にして同様の作業を繰り返すと。そうだから、まあ身をね、皮目を上にしたら、今度は尻尾側から包丁を入れて、この中骨に沿って
包丁をスライドさせていくと、中骨のラインまで達したらあばら骨を引き抜くようにアジを開くと、いった形ですね。だまあこのね背開き自体はそんなに難しい作業ではないのか、まあ身が開けるとねこういった形で骨だけ浮いたような状態になりますので、この骨のつながってる位置を一度包丁で切り落とすと、そうすることでこんな感じでね中骨と背びれを外すことができます。中骨と背びれを外したはいいんですけれど、このままだとね腹びれが残ってるんですよ。なんていうのかな、頭側のこの2本3本の腹びれっていうのは非常に硬いので、この開いた際にこんな感じでね身を折り曲げてこの太い腹びれも一緒に引き抜いておくと、こんな感じですね。そうすると食べた時にねあまり骨が気にならないアジフライになりますんで、まあ、大体ねアジフライ食べて骨が気になるなっていうのはあばら骨を取った後にこの中骨をね掃除していないか、あとねこの腹びれが残っている場合が多いので、このね太い腹びれは取っておいた方がアジフライは美味しくなりますかね。そうするとまあねこんな感じでここに穴は開いてしまうんですが、この骨を抜くだけでだいぶ食べやすいアジフライになるので、これは必ず処理してくださいと、腹骨を引き抜いたらあとはねあばら骨を薄くすき取りまして、あとは残ったねこの骨を抜くだけと。そうで、まあ骨を抜く際はついついねこっから抜き始めてしまうんですが、こっちのね頭の断面にも骨が残っていますんで、そこの骨もしっかり抜くようにしてくださいと。ここまでが、アジの背開きですね。まあ中骨を抜いてあばら骨を描くのはもちろんなんですけど、まあポイントはねこれね腹びれを抜くという感じですかね。背開きにしましたら続いてアジをねザルか何かに並べて薄く塩を振りますと。この塩の量なんですけれど、これはねこの後一度洗い流すのでそこまでね意識しなくてもいいのかなと。これまあ結局ね身の臭みを抜くために使用してるので、まあ比較的ね強めというか食べたらしょっぱいだろうなぐらいは塩を振っちゃってますかね。塩をして、まあ、30秒から40秒ぐらい経ちますとこんな感じでね表面の塩がちょっと湿ってくる感じになるんですよね。こうなるとこのねアジの表面から水分が抜けて臭みが抜けてきますので、そうしたら一度氷水で塩を洗い流しますと。刺身なんかで食べる場合はもう少し長くね、まあ1分から2分ぐらい塩をするんですけれど、今回はフライにするのでそこまでねしっかり臭みを抜く必要もないのかなと。まあ揚げればね臭みも自然と抜けますんで、で表面の塩をね、まあ、氷水で洗い流しましたら、揚げ物なのでね当然水分が残っているとバチ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 油が跳ねますんで、こういった形でペーパーでしっかりと水気を切ってくださいと。まあ30秒40秒こんな塩しただけでねそんなに違いが出るものかと思うかと思うんですが、いくら揚げるとはいえこの下処理をするしないでね味が微妙に変わってくるので、ぜひぜひ手間なんですけれどこの作業はやってほしいかなと思いますかね。下処理をしましたら、アジを揚げますと。アジフライ作っていくわけなんですが、用意するものは、これね小麦、パン粉、あとこれ卵ですね。3つを用意して、まずは卵を軽くね水で伸ばして、卵水を作りますと。でまあ加える水の量はね卵の倍ぐらいの量を加えてください。卵だけでね作ってもいいんですけど、なんとなくね卵だけで作ると僕はちょっとアジフライがね重くなるような気がするので、卵を水で溶いたものを使用しております。ここから先は非常に簡単でして、アジに
小麦粉をまぶしまして、ね、この卵水に通してパン粉をまぶすと。まあパン粉はね、この尻尾にはつけないようにした方が尻尾がカラッと揚がりますんで、僕の場合は尻尾はね衣をつけずに揚げておりますと。で、使うパン粉はね、なるべく細かいものがいいのかなと。どうしてもね、油っ気が強いと食べ疲れしますんで、なるべくね細かめのパン粉で、ちょっとアジの皮目の色がね透けるぐらいのパン粉の厚みを目指して、アジフライを作るようにしておりますかね。まあ、身の方はこれぐらいで、この皮目を見るとアジの色が透けるような具合が良いのかなと。衣をねもっと厚くしたかったら、この卵液に小麦をね加えて、卵液自体を天ぷら粉ぐらいね重いものにするとパン粉の絡みも良くなりますんで、その辺はね好みで調整してアジフライをお作りくださいと。パン粉をまぶしましたら、アジフライを揚げていきます。で、まあ揚げる温度はね170から180度ぐらいを目安にフライ揚げてくださいと。まああまりね温度が低いとベチャっとした揚げ物になりますし、あまり温度が高いとパン粉が焦げてしまいますので、まあ170から180の間ぐらいが望ましいのかなと。フライ作る際はね、まあ天ぷら鍋なんかが望ましいんですけれど、こういうね中華鍋なんかでもフライはできますんで、あんまりねルールばっかり決めてしまうと料理が堅苦しくなるので、まあ、料理というのはそれぞれね自由気ままに楽しめばいいのかなと思いますんで、どうしなきゃいけないっていうルールは特にないのかななんて思いますかね。ある程度火が入りましたら、一度アジフライをひっくり返して、両面に火を入れていくと。そうで、まあこんな感じでね、どうしても皮目に空気が入って浮いてくることもあるので、そういう場合はね軽く箸で沈めるようにして、全体にしっかりと火が入るように揚げてくださいと。で、まあこれねフライに使う油なんですけど、僕はね綿実油なんかがおすすめですかね。まあ、サラダ油でもいいですし、香ばしい油が好みでしたらサラダ油に数滴ねごま油を垂らしても美味しく揚がりますんで、その辺はお好みで揚げてくださいと。全体にね綺麗なきつね色がつきましたら、油から揚げるだけですと。どれぐらい揚げたら良いのかわからないなんて方はね、この一つの目安として、アジがね油に落ちている時にこの泡がねどん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 少なくなってくるんですよ。カラカラっとした音がしてきたら火が通っている証拠ですので、そのね音と泡を目安にフライは揚げてくださいと。揚げたアジフライなんかはペーパーの上にとって、バット自体を多少ね角度をつけておくとアジの油が切れやすいので、油を切れば、アジフライの完成ですと。あとはねもう盛り付けて完成ですんで、まあキャベツの千切りだとかね添えても良いですし、和食っぽくするならねフライとこんな感じでねたくあんか何かを数切れね添えれば口直しになりますし、あとねさっぱり食べるんであればすだちなんかも美味しいと思いますし、タルタルソースだとかね添えても良いとは思いますんで、その辺はねもうその日の献立と合わせて好きなように食べていただければと思うので、このアジフライね下味に塩だとか胡椒を振っていないので、味が薄いようなら多少ね上から塩を振って食べるのがさっぱり食べられて美味しいのかなと思いますんで、まあなんかねマヨネーズ系のタルタルソースだとかかけたくなってしまうんですけれど、これね塩とすだちで食べると意外とね和食っぽい感じになりますんで、まあだからねたくあんなんか付け合わせで添えとくと結構美味しく食べられますんで、ちょっと渋いアジフライなんかを作ってもいいのかなと思いますんで。ということで、まあポイントはね骨をしっかり処理する点、ただ一番はねここね、このお腹の太いヒレを取り除くのがポイントかなと思いますんで、以上アジフライの作り方でございます。
ぜひぜひお試しください。